セミナーを再開させていただきます。第2部では試行錯誤を重ねながら干渉サポートを実施している現場の声として、公益財団法人神奈川芸術文化財団社会連携ポータル課課長の駒井由里子様にお話しいただきます。 でまずまたあの第1部と同じようにえ小前様の場所をえっとマイクを外した状態で、えー、拍手をしていただああの場所をえっとマイクを外した状態で拍手をしていただいて、えー、お伝えしたいと思います、えー、まずえっと場所ですけれどもえっと、えー、前方向かって右側の机のえっと左側の椅子に座っていらっしゃいますでは小前様拍手をお願いいたします小前です。 はい、ありがとうございます。えー、司会の拍手は、あの、冒頭でしましたので、省略させていただきます。えー、では、ここで、えー、小前様のプロフィールもご紹介させていただきます。えー、はいえー、公益財団法人、神奈川芸術文化財団、社会連携ポータル化課,課長。2021年新設の社会連携ポータル化では、神奈川県 神奈川県立の神奈川県民ホール、カート神奈川芸術劇場、県立音楽堂があらゆる人々に開かれた場所になるための取り組みを計画実施している。同時に年齢や障害などに関わらず、子供から大人まで全ての人が舞台芸術に参加し楽しめる神奈川県の共生競争事業を県内の様々な場所で行っている。 神奈川県障害者芸術文化活動支援センター協力委員会専門委員も務めていらっしゃいます。芸術文化が文化施設にとどまることなく誰もがどこでも楽しむことができるために何ができるかを日々悩んでいらっしゃいます。では、えー、小井さんはどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 えっと今ご紹介に預かりました初めまして私は社会連携ポータル課の小前由里子と申します課の名前の社会連携ポータルというのが少し分かりづらいのであのこのことについてもお話の中で説明していきたいと思っております、えー、簡単に私の自己紹介です、えー、私はこの財団転職してきたんですけれどももう転職して17年目 になりまして、まあ、30代半ばで転職してきたので、もうだいぶベテランの年齢になっています。お話し方はちょっとこのスピードで大丈夫でしょうかあの、お話ししたいことがたくさんあるので、途中でちょっと早口になったりすることもあるかと思うんですが、分かりづらかったら早いですよとお声掛けお願いいたします。と今、 あの、こちらにお出ししているスライドは、神奈川県域、神奈川県を行政地区ごとに色分けしている地図に、旗やマークやピンが刺さっているので、 ものですまあ、なぜ神奈川県の地図かといいますと今日のご主催であります埼玉の方と同じように私どもは県域を対象とする財団でございまして私たちが管理する3つの文化施設というのは横浜市の中心部にあるんですけれどもあの常に広い神奈川全域を視野に、えー、事業を展開することを考えているというところであのこの地図をあのとても私たちはいつも大事にしている神奈川県の地図になっています。 でっとでこの特に私どもの社会連携ポータル化というのはこの神奈川県域にどこにでも芸術文化を楽しんでいただけることをとりわけ任務とした新しい課になっております。そしてこの本日「ワリアフリー」があのテーマですけれどもこのことはより多くの方に来ていただくための大切な取り組みという考え方のもと私たちの部署では大変大切な仕事になっています。 ですが、あの、今日ここで、あの、お声かけいただいたのも、やっぱり、やはり文化施設で、これをやっていくには、かなりの苦労がありまして、その苦労、苦労じゃないですね、あの、なかなか試行錯誤がありまして、その試行錯誤がどんなふうに行われているのかっていうのを、あの、皆さんにご紹介しつつ、あの、まあ、 かによってはもう全部やってますよっていうところもあるかと思いますし、あ、そんなふうにやるんだなとか、こんな苦労があるんだなとか、こんなことをやると、あ、こんなことが起きるんだなっていうようなことの一つでも参考になっていただけたらと思っております。合わせまして、あの、今日いる皆さんからいろいろお話を伺ったりして、私も勉強していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。で、次2番目の えー、スライドに移っております。2番目のスライドは、私ども神奈川芸術文化財団というものを少し簡単に説明する図になっております。で、えっ、ー、と、神奈川県には県立の文化施設があの何個かあるんですけれども、そのうちの、えー、一つ、えー、パイオペラやバレエ、パイプオルガンなどの公演で、主に行っておりまして、1974年開館、来年で50周年、 山下公園の横にありますあの大変横浜らしい場所にあるのが神奈川県民ホールですで,でなんですけれども来年で老朽化のため休館することが決まっておりますで次にカート神奈川芸術劇場こちらは2011年開館で非常に新しい開館でしてで演劇ダンスミュージカルなどの公演主にあの自分たちで作った公演をやっているという劇場になります で最後え神奈川県立音楽堂というものがあります。神奈川県立音楽堂は大変古くて来年で70周年になるあの神奈川県の指定重要文化財の建造物に指定されたあの埼玉会館と同じ前川建築で有名なあの館になります。こちらは音音楽楽堂というだけありまして主に音楽事業 というものをやっております今この吹き出しを出したところであの隠れてしまいましたが共生、えー、競争事業こちらは神奈川県が共に生きる社会神奈川という大きな神奈川県の,あの大切なモットーがございましてそれの実現を文化芸術面で寄与するために、えー、作りました事業でございまして共に生きる共に作るを目標に年齢や障害などにかかわらず 舞台芸術に参加するための授業で、これちらを県内各地で行っています。こちらの2つを私どもの社会連携ポータル化が主に受けていることになります。はい。では次のスライドです。で,では、社会連携ポータル部門ということについて簡単にご説明をさせていただきます。えっ、ー、と、4つの柱が私ども社会連携ポータル化の、えー、お仕事になっています。 で、一つが、えー、より多くの県民の方に来ていただくためのインクルーシブアプローチ。そして、あの、そういった人材を、あの、将来つないでいくためだったり、えー、県内各地の専門的な人のブラッシュアップのための専門人材の育成の講座の開催。だと、アウトリーチなどの教育現場へのアプローチ。そして、神奈川県域の様々な分野の方とつながる地域との連携づくり。という、この4つの ことを先ほど言った中で仕事としておりましてでとりわけ本日はこちらの「インクルーシブアプローチ」と私たちは名前を付けているんですけれども「えー、情報保障」 こちらについてお話をさせていただきたいと思っております。で、主に情報保障を中心としたいわゆる干渉サポートのデザインとコーディネートをこの部署がえ先ほどご説明しました3巻の合わせてやっております。そしてまた、あの、今取り組んでいることですけれども、あの、リラックスパフォーマンスと言われるように干渉ルールを緩和した取り組み、 上演スタイルや鑑賞ルールを変えていってあのいろんな方が好きなスタイルで見られるようなことも取り組んでいこうということも私どもの課でやっておりますでまあインクルーシブアプローチ鑑賞サポートとはまたちょっと異なってくるのかもしれないんですけれどもあの環境やさまざまな理由によって鑑賞機会がなかなか難しい恵まれない子どもたちをその引率者とともに招待する事業というのもこのインクルーシブアプローチの中でやっております。 あの本当はもっとたくさんやらなければいけないなと思っているんですけれども実際はこの3つをやるだけで精一杯というところです。で、えっと強制競争事業の方はあのこちらもお話しするとすごく面白いんですけれどもえっと前、まあ、こちらでお話すとまた1時間かかってしまいますので今日はあのインクルーシブアプローチそれもとりわけ本日のテーマである見えづらい方見えにくい 見えない方に向けて、どういったことをやっているのかというお話をさせていただこうと思っております。で、これからあのご説明する中身といたしましては、あの先ほどちょっと後ろに置いておきましたが、えっ、ー、と展示や拡大文字のプログラムを作っている。取り組みのことのスライドが1枚と。あと本日。 あの、神奈川県民ホールの小ーホールの触る模型を持って参りましたで。こちらの触る模型のことについてのご説明。で、あの、できればこちらで、あのー、 触る模型をちょっと触っていただきながら私たちがどのようなことをそこで説明していくのかあの視覚障害者の方がこれを見てどのように感じるのかっていうのを私もあの勉強しつつなんですけれどもあの触る体験っていうのをこちらの前の方で設けさせていただきたいと思っておりますであの今パラブラさんからもきお話がありました公園に音声ガイドをつけるというお話を、えー、させていただきます で、残りの二つが、あの、今までは公園のことだったんですけれども、あの、こう、やはり公園に干渉サポートをつけるだけでは全然文化施設に誰も来てくれないということが、やはり、あの、実感としてありまして、あの、それ以外にどういった取り組みをして、あの、いるかというお話を2例挙げさせていただいて、だと、まあ、あの、パラブラさんの本人とお話もありましたけれども、では、あの、アクセスしていただくまでに文化施設がどういったことを今、 やっているかということを最後にお話しして、えっ、ー、と、4時15分までと思っております。では、今先ほどお話ししました、今していることということで、展示プログラムと拡大文字、白黒反転の例をお出ししております。あの、ちょっと見えづらいスライドなんですけれども、スライドの写真は、 え先月10月にあった最新のものをお写真に載せました。10月にあった県民ホールのオルガン、オルガンプロムナードコンサートの曲目リストの拡大文字版と、えー、白黒反転版の文字です。これ、うん、あの前に置いてありますので、えー、もしお時間ある方はぜひご覧になってください。そしてそれが展示になったものの写真になっています。で、こちらの オルガンプロムナード、県民ホールの,あのパイプオルガンのコンサートで、まあ、500円で、以前は無料だったんですけれども、今は500円なんですが、まあ、気楽にお昼や夜に見られるオルガンを中心としたコンサートになっています。<laughs> で、あと音楽,堂の音楽堂も音楽公演なんですけれども、この県民ホールのオルガンプロムナードのコンサートと、音楽堂の主催公演はすべて、この 3点セットと呼んでいるんですけれどもえ拡大文字白黒反転と展示というのを常に準備しております。で今、まあ、とはいえ、まあ、大体年間で1 6 7公演ぐらいですので、まあ、さほどの数ではないんですけれども、えー、とこちらの今お見せしているお写真は本当の,のサイズが2522個 25でも、まあ、こちら展示の入稿でも使うんですけれどもワードに文字情報で落としておりますのであのもうちょっと大きい方がいいとかもうちょっと文字間隔を空けてくださいとかって言えばほんの少しお待ちいただくだけで事務所に戻ってすぐに作り直すことができるのであのとてもいいなと思っております私が依頼されて作った中で一番大きかったのはサイズが80で 白黒斑点というものがプログラムのご希望がありましてもともとあるかなと思って文字データをプログラムからもらっておきましたので、まあ、すぐに作れましたけど印刷にものすごく時間がかかりましたがあの3 5センチぐらいをこうバインダークリップであのしたものをあの印刷したものをお渡ししたということもあります。 で、展示の方なんですけれども、展示の方は、あの、2週間前までに講演担当者から曲目リストをワードで提出してもらっております。で、それを10日で、あの、チェックした後に、あの、いろんなことでいつもお世話になっている。まあ、いろんなことでというのは、あの、後でまたご,せご説明しますけれども、神奈川ライトハウスさんに転訳をお願いをしています。 で最初の頃はですねあの講演担当者がその曲目リストワードであの他のことを進めながらこれように作ることもあのチェックしてあれこれは転訳した時にダメじゃないとかあ転訳の時は全部振り仮名がいるんだねとか名前の読み方を全部調べなおいといけないとかそういったことで。 など結構あたふたしていたんですけれどももう3年目になりましてこの仕事もルーティーンになってまいりましたですのであの1年間の予定表作り締め切りはいつですよとかそれとかあの原稿のチェックとかライフとハウス際のお願いとかまあその流れが本当に今ルーティーンになりましたのであ,のある まあ、アルバイトの来ていただいている大学院生さんにお願いを全部お任せしてやっているというような状態です。で、この3点セットと呼んでいるんですけれども、これはあの全公演であの準備していますと言うとお伝えしましたとおり、事前に予約がなくても必ずあの今のパイプオルガンのコンサートと 音楽堂の主催公演では必ず準備しておりますでそれはまあ,あの今もいろいろお話がありましたが必要とされてるお客様がいちいち事前の予約っていうのは煩わしいかなと思いましてあの、まあ、そんなに大変な準備でもないので予約してなくても自分がふらりと行ってみよう、まあ、500円のコンサートだったりしますのでふらりと行ってみようと思った時にあのすぐあの必ず準備ができていればあの楽しんでいただけるかなと思って。 えー、作ってありますでこのことについては、まあ、お,お客様も喜んでいたもちろん残ることがほとんどなんですけれどもお客様も喜んでいただけるのと同じように職員スタッフにもとてもいい影響がありました。でそれはは最初はあの全部に講演準備しておく 置くとと急に来るかもしれないと先ほどの,あの皆さんのお話にもありましたがみんなちょっとドキドキしてたんですね「湧き来ちゃったらどうしよう」みたいな感じであったんですけれどももうしつこくしつこく必ず準備をしていたら今になってきますとせっかく準備してるんだからもっと来ていただきたいあのだったらどうやったらもっともら来ていただけるんだろうかとかそういうふうに意識が変わりました。でそののの延長でこのショーホールの 模型を作って、あのこういうのがあればもっと楽しんでいただけるかなというような形で、あの意識が変わったということが大きくあります。で、なんかこの話も長いんですけれども、これがすごくいいお話だったのに一つ言わせてください。拡大文字についてはとても私好きなお話がありまして、あの高齢になって見えなくなった方があの見えないし、展示もえっ、ー、と読めないと。 でいらっしゃったんですけれども拡大文字のがあると言ったら持ち帰りたいとおっしゃってくださいましてそうしましたらお家に帰って旦那様に読んでもらうそうなんですねで旦那様も高齢で小さい字のパンフレだとあの小さくて嫌だと読んでくれないんだけれども大きな拡大文字だと読んでくれるということであの持ち帰っていただいたっていうのがありますですのでなかなかあの拡大文字版いい活躍してるなっていうのが私の印象です。 ではあのここで県民ホールのショーホールの触る模型についてえっ、ー、とご説明しますまあ、作った理由というのは今のお話の中でもあるんですけれどもえっ、ー、とこちらで今出しているお写真はあの今日実際に持ってきているショーホールの模型を上から撮った写真ですでもう一つは視覚に障害のある方こちらはまだ私たちも慣れない時でモニターの方に来ていただいたんですけれどもそのモニターの方が えー、模型を触っててスタッフが説明している写真になりますでこの模型は小ーホールの50分の1のサイズになるんですけれども、えー、ともしよろしかったらどなたかあの触る体験をしていただいてあの実際にあの目をつぶって触っていただいても良いですしあのどなたかいらっしゃいますでしょうか いかがでしょうかいかがでしょうか <laughs> はい。はい、ありがとうございます。<laughs> では、あの、ちょっとですね、模型が、えっ、ー、と、舞台前方のひ、えっ、ー、と、左手の長机の上に置いてありますのですみません、あの、ヘルパーさんと一緒にお越しいただけますと、ありがたいです。申し訳ありません。あ,あまり、あの、せっかく来ていただきましたが、きっと、 5分ぐらいかなとは思うんですけれども、はいと。オンラインで見ていらっしゃる方にはちょっと見られないと思いますので、スライドで。はい。あでは、ご説明させていただきます。はい、正面です。はい。はい、で、こちらが神奈川県民ホール小ホールの50分の1の模型になっております。あ、ありがとうございます。はい、あ、網膜変成症の大会の時にいらっしゃってく、はい、あ。はいあ そうでしたか。ありがとうございます。じゃあ、そこです。<laughs> はい。で、こちらの模型は、あの、大きいあの、小ホールの大体の様子が分かっていただけるように、えー、天井を取った形で上から覗き込むような、ガリバーが小人のホールを上から覗き込むような雰囲気になっております。<で>はい。で、えっ、ー、と、壁が、えっ、ー、と、こちらもよし、もしよろしければ、一周壁をこう、ぐるぐるっと触って、あ、内側になります。 お手を取ってもよろしいでしょうかはい。では失礼いたします。はい。ここが壁になっておりまして、今おさわ触っていただいているのは、壁のギザギザの部分になります。で、そのままちょっと前の森になるんですけれども、来ていただくと、ここからが舞台上の正面になります。また手を取ってもよろしいでしょうか失礼します。こうですね。はい。で、そのまま触っていただきますと、正面に、はい。 また失礼いたしますはいこここにパイプオルガンが、はい、これがパイプオルガンになっておりましておそらく先月来ていただいた時にはパイプオルガンの前に反射板があったのでそこにきっといろいろ映してたと思いますのでこれはなかった状態かと思います。 はい。で、こちらがパイプオルガンでございまして、で今ちょうど下を触っていただいたところがえ、舞台面になりまして、舞台の縁を触っていただきますと、ここが扇形になっていることが分かっていただけるかと思います。はい。で、この模型は、あの、実物の商法の、あの、実際の素材と触り心地が似た素材になっておりまして、壁もこの、 白くてちょっとツルツルとした風になっております。今お触り、触っていただきました床は木の面で,で、パイプオルガンの周りも木になっていて、パイプのところがちっちゃい金属でなっているのがわかるかと思います。はい。 でカーペットがあっっててて席になっておりまして、はい、こちらをあのコンサート楽しむ前に触っていただきまして例えばお客様の席は中央の真ん中ですということでこのパイプオルガンを触って中央に確認していただいた後大体じゃあ手失礼いたします。はい ここがパイプオルガンです。こちらが中央で、舞台がこちらですで。前から3列目ぐらいの中央の席になります。というような形で入っていただくときに説明をするということをしております。ああ、そうだったんですね。こういらっしゃっていただいた前にできれば良かったです。いいね、<laughs> ありがとうございました。 今、触っていただいて、ちょうど先月、あの、日本、網膜編成症の日本の大会だったんでしたでしょうか。はい。かあの、小ホールで行われたので、あの、そちらに来ていただいたということでした。ありがとうございます。 で、今お話をしながら少し説明もしたんですけれども、え壁、絨毯、椅子、舞台、パイプオルガンというのが、なるべくあの実際の素材と似た感じのものを使っております。で、こちらがあの、いわゆる舞台模型とはちょっとアプローチが違いまして、あの、建築家の方が 建築的な目線で作ってくださった模型になっています。ですので、よくあの舞台模型というのはこう正面から見てどんな形で舞台ができているというのができていることが多かったりするんですけれども、これは少し違う形のアプローチになっています。で、あのこちらにも書かせていただいたんですけれども、最初は見えないや見えづらい方に公演をより楽しんでいくために作ったんですけれども、あの。 キッズプロ、あの子供向けのコンサートとかなんか子供たちにも大人気であの子供たちが本当に上から覗いて触ってすごく楽しそうにあの小人のホールだとか言いながら楽しんでい,います。ですのでやはりあの私たちホールにおりますと劇場の空間把握というのはなんか仕事場なので当たり前のようにできる、できているような気がし、できてしまうような気がしているんですけれどもまあ初めていらっしゃる方 子どもたちなんかもやはり劇場の形がどうなっていてどういう,どう,いうことになっているのかっていうのは分かりづらいことなんだなということをあのこの模型を通じて分かったような気がします。はい、で次に音声ガイドについてお話しさせていただきます。で今こちらにスライドに写っておりますのは「えー、リアル音声ガイド月公演」の「 え、三つのチラシを掲載しています。ちょっとチラシをそのまま JPEG で載せているので、あの、だいぶ見づらい、あの、スライドであることは、あの、申し訳ないんですけれども、あの、ちょっと言葉で説明をさせていただきたいと思います。一つ目は、もう昨年になりますが、8月のバレエ公演、えー、チャイコフスキー三大バレエの名場面を楽しむ公演のチラシです。で、こちらは、あの、神奈川県民ホールの オープンシアターという、あの、親子、子供たちでもうすごく楽しめる気楽なコンサートなんですけれども、こちらでえバレエに音声ガイドをつけるということを行いました。はい。で、まあ、バレエに音声ガイドをつけるというのは、あの、見せるバレエ、あの、芸術であり、見る芸術であるバレエにとってなかなか 難しいものであったかと思ったんですけれども、あの、想像以上の方、私にとって想像以上なので皆さんにとっては想像以下か,かもしれないんですけれども、おおよそ19名ぐらいの方がお申し込みいただいて、バレエを楽しんでいただきました。あの、生のオーケストラということもあったため、あの、オーケストラを楽しむというだけでも十分に、あの、楽しいものだったかと思うんですけれども、音声ガイドを楽しんでいただきました。 で、やはり、あの、バレエですので、様々な技をこう、つなげながらストーリーが進むということで、音声ガイドをつけるというのはどういったものをつけたのかというのは気になるところかと思います。で、実際、あの、来ていただいた方からも様々なご意見がありました。あの、やはり昔見えていた方で、バレエが好きだった方っていうのもいらっしゃってましたので、あの、ガイドで、あの、いろんな アラベスクとかそういうポワントゥとかこう専門用語が出てきてもああでれねあれねって、ね、思い出してそれが良かったっていう方もいらっしゃればやはり初めての方にとっては技 あの足を右足を上げてこういうの形でと言ってもなかなかそこから実際のイメージにつながるっていうのは難しかったと思いますそういう方にはやはりあの音楽聴いててほうがよかったわっていう方もいらっしゃったりしますのでまあどれが正解ということは全くないとは思うんですけれどもでもあのバレエというものも視覚に障害があってもなくても楽しむものっていうのはあの。 すごく感じられた体験だったかと思います。で、2つ目のチラシです。で、2つ目のチラシはこれからのチラシになります。で、こちらは来年の2月スターダンサーズバレエ団のあのリラックスパフォーマンス公演で白雪あ白鳥の湖と。 迷子の青虫さんの講演2本立てで行います。で、こちらもあのリラックスパフォーマンスという名前で目打っているだけに、あの気楽に来ていただけるようなあの。デイリもできる。そういった形でく、あの展開する事業になりますが、こちらにもバレエの音声ガイドをつけます。で、チラシはあの白鳥の湖の名場面と。 とても綺麗なポーズを決めたチュチュを着た名場面と虫の衣装のダンサーたちが散りばめられています。で、こちらも音声ガイドがつきますが、えっ、ー、と、オープンシアターでの経験から、あの、先ほども言いましたけれども、あの、やはりこう、バレエを提供する側としては、バレエならではの体の美しい動きや、あの、鍛え上げられた超人的な技なんていうのを伝えたいねっていうのが、やはり課題としてありまして、 あのいろいろと探したんですけれども触る模型のいいのがちょうどないんですねこうアラベスクを決めたきれいな型とかのがなくてえっ、ー、とどうしたものかと今話しているんですけれどもまあ2次元でもいいから切り抜いて触れるだけでもいいんじゃないかとか今そんな話をしながらあのどうにかバレエの えとガイドを作っていただくときに技の名前が入るんですけれどもその技と人の形がつながるような何か工夫ができないかなというふうに今思っていますで、こちら次が3つ目のチラシが、えー、スプーンフェイススタインバーグのチラシの裏面になりますえー、有名な俳優さんの片桐生理さんと安藤珠恵さんが黒い 背景に黒い衣装で私たちを見つめるように佇んでいる写真になります。で、こちらはカートでの、カートの演劇作品になるんですけれども、カートでは、あの、情けないことに初めてなんです。初めて視覚に障害のある方に向けた音声ガイドをついた演劇に、この2月のスプーンフェイス・スタインバーグで挑戦します。今、ちょうど準備を進めているところです。で、 こちらは、あの、今、片桐彩里さんと安藤玉恵さんの写真と伝えましたけれども、ダブルキャストで交代ごとに、あの、やります、一人芝居になります。で、題目がですね、人間が生きるとは、死ぬとはどういうことなのか、死んだらどこに行くのか、命の終焉を迎える少女の目に映る世界の形に思いを巡らせる静かなドラマということになっています。 で、少しあの劇場の方も多いと思うので、あの、なぜこの作品が初めて音声ガイドの挑戦になったかというちょっと経緯を簡単にお話しさせていただきたいなと思っています。で、まあ、カートがなかなか手をつけてこなかったっていう反省がありまして、やはり演劇作品に音声ガイドをつけるというのは、あの、なかなかハードルが高いように思ってしまっておりました。 おおよそ大体2年前ぐらいからひっそりと企画会議というのが始まるんですけれどもその企画会議の時に企画リストが出来上がった段階であの私とあのカートの事業部長の方で、えー、とお互いにそのリストを見ながらどんな鑑賞サポートができるだろうねということをなんかざっくばらに話す会というのがございますでその時にも私はずっとカートの演劇作品に音声ガイドを挑戦したい挑戦したいと言っていたで ところだったので,でその時にこのスプーンフェイス・スタインバーグがですねもともとはイギリスの BBC のラジオドラマで独白の作品だったっていうことがありましてこの作品だったならばまあ,あの音声ガイドも挑戦しやすいんじゃないかということがあの事業部長の方から提案がありましてじゃあちょっとこの作品でまずは挑戦してみようかということでこのスプーンフェイス・スタインバーグで 音声ガイドを挑戦することになっておりますであの先ほどパラブラさんからもお話がありました通りこちらが菜園作品ではなくあの初めての新作まあもちろんあのラジオドラマだったっていうこともありますけれども初めての新作の演劇になるということで2月ですがこの段階でまだ台本も調整中舞台美術もまだまだお稽古も年明けから。 みたいな状態で進んでいます。で、今私たちがあの進めているのはあの、この段階でできることとして、じゃあどういう広報をどうやってやろうかとか、あと課題のイヤホンですね、あの一人芝居の片桐さんや安藤さんの,あのセリフを聞きながら、音声ガイドがそのことを妨げることなく、 70分らしいんですけれどもそれぐらい心地よく耳が痛くなることなくあの自然に聞けるためのイヤホンって何かないかしらということであの今技術も日進月歩なので今ちょっと高めのイヤホンをたくさん買ってみてまして今みんなであのこう聞いて聞,聞き心地を試しているところです。 で、あとはこちらの舞台説明も今行う予定なんですけれども、もう舞台が今どういった形になるかもまだまだ決まってない状況なので、舞台設営もまあほとんど舞台稽古が始まって、1月に入ってもう2月の直前に内容が決まっていくのかなというふうに思っております。で、えっと、それで、あの、こちら今3つの えー、講演のお話をさせていただきましたけれどもあの例えば聴覚障害の方のためのタブレットによる字幕提供も同じなんですがやはり共通して言えることは講演の制作担当演出家舞台技術スタッフそして音声ガイドを作ってくださるチーム。 とそれをつなぐ私たちというのがかなり前からですね、念入りに意思統一や様々な調整を行いながら進めていくということがあの非常に重要なことになっています。で、まあ、あの劇場にお勤めの制作の方は、あの、分かっていらっしゃって、まあ、ちょっとお客様として来ていただくため方には少し あの聞きたくない話かもしれないんですが本番が近づきますとだんだんスタッフはみんな疲れ果ててきましてあのちょっとピリッととした空気がが流れることがかななりり多くなりますでそういった時に音声ガイドのチェックお願いしますとか字幕ガイドちょっとここ違うんじゃないですかとか,とかセリフが変わったのを何日までに必ず教えてくださいみたいなことをこちらが言うんですけれどもやっぱりそういう時に少し怖い空気が 流れるなって思うこともやはりありあますでもやはりまあそこがまあ超えながらやっていくんですけれどもまあこれな、まあ、今なぜこんな話をしたかといいますと、まあ、劇場って実際にやるっていうのはあの本当に一つの作品に長い時間ものすごい人数の人が えと関わってておりましてそれぞれの専門部署の人がプロとしてこうだっていう意見がすごくありますのでそこに少し音声ガイドとか字幕っていうちょっと異物っぽいものが入るとあのピリッととすること <laughs> るこがあんですねでもここはですねやはり私たちは公立劇場であったりすることもありますしこういうこともきちんとしなきゃ やるのよ、あの、恒例を望んでいる方もいらっしゃるのよ、ということも思いながら、あの、やはりやっていくというような状況になっています。で、今そういった役割を私たちの課がやっているんですけれども、あの、この鑑賞サポートのことをお話しさせていただくときに、いつもお話をさせていただくんですけれども、 こういったあの今私が言っているようなことがあの誰かの職能になってしまってはいけないなというふうに思っています。えー、舞台作品を作るとき、舞台作品に関わる人々が制作も技術スタッフもあの例えばいろんな広報の方もそういったことがあのこういう鑑賞サポートが当たり前のことのようにあの自分の業務として えと行うようになることが目標だなと思っていてあのいずれはこのかの私たちのこの仕事がなくなるっていうことを目標に鑑賞サポートの調整とかそういったことを今やっています。であのピリッとはするんですけれどもだんだんあの先ほどの,あの,の展示や拡大文字を作ったことで意識音楽制作担当の意識が変わっていったようにだんだんあのみんなが 変わっているような感触はあってそううなっってているように思っておりますであそれで少し戻るんですが今はあの音声ガイドってきっちりしたこうイヤホンを入れるもののお話をさせていただきましたけれども音楽公演の,あの先ほどのオルガンコンサートなどではそういった新,新たに音声ガイドをつけなくても司会の方やあの演奏者の方が視覚情報を自分で使え伝えるという工夫を 特にあの音声ガイドを入れておりません。あのですので司会の方が、では演者の方が、えー、舞台右側から入ってまいります。 って入ってきて真ん中で止まってください。ではどうぞ自己紹介というと今日は私はピンク色のひらひらの服を着て演奏しますとか、もうご自分で言ってくれるような形にあのオルガンコンサートでは変えていっております。あの先ほど申し上げました通りオルガンコンサート本当に気軽なものなのでいつ来ても誰でもすぐにでき あの対応できるいいうことを目指していま,すでまあこれはあのオルガンコンサートがとてもやりやすかったっていうことでやっているんですけれどもまあこういったことをあの先駆的なうちの財団の中の一つの進んだ例としていろんな講演でそういったことが起きていけばいいなというふうに思っております。でえとあとちなみに私たちの財団の講演はメールや電話で必ず予約ができる方法を残しております。 で、お問い合わせも、あの、それぞれの事業部署にかかったり、事業部署が難しいときは、私たちの課にかかるような形で、お問い合わせの電話も常に対応するようにしています。で、次。で、次ですね。えっと、先ほど、あの、公園に鑑賞サポートをつける、情報保障をつけるということだけでは、なかなかお客様が来ていただけないというのが、 あの私たちの感じるところです。で、もちろん来てはいただいてはいるんですけれども、なかなかあの限られた方、限られたファンの方だけになってしまっているということがありまして、公演だけではなく、もっと気軽に文化施設に来ていただくためのきっかけ作りというのを、えー、作ろうとしています。それのうちの一つが県、えー、あの神奈川県立音楽堂。 先ほど申し上げましたとおり前川建築で有名なところなんですけれどもそこがもともと建築ツアーというものをやっておりましたでその建築ツアーを、えー、音楽堂がもっとあの音楽を楽しんでいただきたいという目標がありましたので視覚に障害のある方のための、えー、建築ツアーというのを1年間かけて えー、ボランティアグループのブリッジさんという方と私たちと私と、えー、音楽堂のスタッフでプログラムをモニターの方で3回ぐらい来ていただいて作りました。でやはりあのー、なかなか公演鑑賞サポートつけました来てくださいって言っても本当に来てくれ。 いいただけないんですねでもそれはもう私たちの猛省としてありまして文化施設が長い間こういったことにきちんと取り組んでこなかったっていうことがあの反省点としてありましてあの当然だよなというふうに思っております。 で、スライドの写真はですね、えっ、ー、と、一つ目は建築ガイドの説明を聞きながら、音楽堂のコンクリートの柱を触っている女性と、あの、足元の盲導犬の写真です。で、もう一つは、えっ、ー、と、膝の上に、音楽堂のあるもみじ塚岡の、えぇ、ー、配置図を載せ、乗せて、その、 発泡スチロールで貼っただけなんですけれども、それを触って、ここが県立音楽堂ですよ、ここが県立図書館ですよ、というような説明をして、あの、触っている手元の絵になります。で、こちら先ほど1年間かけて、あの、準備をしましたと言いましたけれども、まあ、1年間かけてどんな準備をしたかと言いますと、ま,あ、まずは、あの、視覚障害の方とはという勉強から、えー 歩行の補助のやり方ということを学び、えっ、ー、と、では、どういうことを説明したら、どういうルートで回ったら、どこをこの建築の良さを伝えたら、ということをみんなでブラッシュアップしまして、えっ、ー、と、触ったり、音を楽しんだり、そういったことを空間の広さを楽しんだりするようなツアーに今はなっております。 で、あの、面白いんですけれども、音楽堂が 70, 前70年前で古くてですね、大きなコンクリートの柱があるんですが、あの、昔の風呂桶みたいにコンクリートを作っていまして、木のこう、縦の板でこう、縦を風呂桶みたいに木をやって、そこの上からジャーってコンクリートを流し込んで、 え固まっっったらパカてて外すっていう作り方の柱なんですねなのでそのコンクリートの柱なんですけどそこに木目が全部ついてるんですで節とかも全部ついてましてでそういったことを触っていただいて木目とか節を触っていただきながらコンクリートの柱がどうやってできたのかっていうことをご説明するとかそういった内容に変わっております。 1>, で1回目は今年の1月に行ったんですが2回目は来年の2月にもう1回、えー、行う予定でおりますあ。行う予定じゃなく行います。はい、で同じようにあのカートでは、まあ、視覚障害者の方のためじゃないんですけれども同じように手話通訳付きのバックステージツアーというのも開催をして、えー、おります。であのこちら、 あの、来ていただいた方々が、やはり勇気を出して今回来たよって1回目の時に言っていただいて、で、その勇気を出してっていうのが、やはり迎え入れてもらえるか心配だったっていうことや、敷居が高い、ハードルが高いと思っていたということを、あの、おっしゃって口々におっしゃっておられました。 ですので、あの、先ほどのバラブラさんの時にもお話がありましたが、私もこの2つの言葉がすごく心に響いておりまして、えっ、ー、と、本当に迎えてもらえるかどれだけ心配なんだろうとか、なんか私たち敷居ないと思ってても、やはり敷居が高い、ハードルが高いって何か設けてしまっているんじゃないか、そこは何だろうって取っていくっていうことを気にしなければいけないな、ということを日々考えております。 はい早口ですいません。でそしてもう一つえっ、ー、と企画あのー、公演以外で楽しん楽しんでいただけるためのことの一つの例です。えっ、ー、とこちら二つの写真があります。えー、一つ目の写真はえっ、ー、と十六世紀のフランドル画家のブルーゲルの雪中のカリウドというあの雪の中にカリウドが猟犬を連れて いるところに冬の村の風景が広がっている。絵ですけれども、それの実物大の複製画が飾ってありまして。その前で、自分のスマートフォンにイヤホンを挿して、何かを聞いている女性の写真です。で、もう二枚目の絵は、あの、先ほどの。実物大よりちょっと小さめのところを、あの、両手で、こう、指で。絵をたどっている方の写真になっています。 つまりこの企画というのがあの辻邦夫さんの短編小説「風のこと24の絵物語」からというところで,でこれちらがあの西洋の名画をモチーフに辻さんが自分で勝手にそこからこうインスピレーションを経,た経て小説を短編小説を書いているというものになります。で で、こちらの絵を展示しながら、その短編小説のうちの4編を、えー、俳優の松田洋二さんと明生さんが朗読する。で、きちんと、あの、桐山さんの演出も入りまして、朗読をしたものを録音しまして、でそれを YouTube に上げて、えっ、ー、と、QR コードを読み込むと自分のスマホで絵を見ながら、えー、朗読が聞けるという、あの、無料の企画でした。で、 朗読なので、あのー、こちらは、すみません、ちょっと間違えちゃった。あの、視覚に障害のある方も楽しんでいただけるかなということで、えっ、ー、と、絵に特殊なインクで、あの、透明のインクで盛り上がるインクがある、そうなんですけれども、それを印刷屋さんに頼みまして、絵、えー、あの、モチーフにこう輪郭でたどれるような、えっ、ー、と、加工をしてもらいました。 ですので、あの、絵画のな、絵画の、絵画の説明文というのも、の、新たに録音したんですけれども、それを聞いたり、まあ、私が横で今触ってらっしゃるのは、みたいな話をしながらとか、触っていただいて、それで改めて朗読を、あの、耳元で楽しんでいただくという企画です。で、こちらも、あの、も 簡単に持ち運べるので、まあ今日本当は持ってこられればいいなと思ったんですが、ちょっと今日は小ホールの模型を持って参りました。でこ、今お伝えした通り、この企画は簡単に持ち運びができて、データも YouTube 上に、あの、普段は見られませんけれども、あの、データ上に上がっていて、あの、簡単な複製なので、えー 去年は鎌倉芸術館さんと茅ヶ崎さんの会館の文化祭にお貸し出しをしてあのそれぞれの地域で楽しんでいただきましたで茅ヶ崎の方からはちょっと反応がありましてなんかちょうど茅ヶ崎の文化会館の隣か何かで卓球あの視覚障害者の卓球クラブが開催されていたということでその方々が連れ立ってあの、まあ、会期が長いので無料ですしあの結構何回か来てくださった 続編はないのというご希望もあったということもありました。で、えー、とこちらがあの本当今倉庫にしまってあるんですけれども、あの何かまた開あの開催できる機会が作れればいいなというふうに思っております。で、こちらがえっ、ー、とちょうど最後になります。えっ、ー、と来ていただくために私たちはどういうことをしているのかというのの。 ことをさささっとお話しさせていただきます。えー、と写真は一つは県民ホールまでの言葉の道案内を作っている様子の写真です。で、その下は県民ホールの、えー、とアクセスのところに、えー、言葉の道案内が上の方にリンクがアクセスされているあの、配置されているウェブサイトのスクリーンショットを載せています。で、もう一つが最近あの 最近気づいたんですけれども最近その最寄りの日本大通りの駅の横断歩道にエスコートゾーンができていましたでその写真も載せていますでその下が夜あのその日本大通りの交差点は車の通りが激しいんですけれどもそこの写真です後からもう一つ一つ説明しますで最後の写真はスタッフが視覚障害者の方の誘導の研修を受けて、えー、と階段の案内の練習をしているところです でもう時間なんですけれども先ほどなぜこの夜の日本語通りの写真を載せたかといいますとあのここのピオピオ格好がですね2017年までは朝の7時から夕方5時までだったんです。ですので感激して終わった後まあ早くてもね5時とか6時6時とか帰っていただくときにあのピオピオ格好がないの嫌だなって思いましてあの 近くの警察署に延長してもらえませんかって、ケミホールですっていう感じで電話をしたんですね。そうしましたら警察署の方が何かここは自治会に許可が取る必要があるそうで、でも自治会ももう住宅地がないのでいいですということで、今は2017年から今は音の出る時間を朝の7時から夜の10時までにあの延長していただいております。 でそういったように、まあ、いらしていただくまでの環境、まあ、お家からはなかなか難しいですけれども最寄り駅と私たちがご案内しているところからの環境はあの私たちも安全を確保することを考えていきたいなというふうに思っています。はいえー、とちょうど今で時間になりました 私たちは文化施設により多くの方に来ていただきたい芸術文化をもっと楽しんでいただきたいということに取り組んでいますもっとこれからも取り組んでいきますので皆さんもいろいろご意見がありましたらどうぞよろしくお願いいたします。 小前様、ありがとうございました。あの、ちょっと限られた時間の中で、あの、すごく凝縮したお話をしていただいたと思います。ええっと、これで、あの、講演は以上となります。え、改めまして、ご登壇いただきました、山神様、まかない様、田中様、長谷部様、そして小前様、え、本日はありがとうございました。ありがとうございました。